ですからこの問題ですね、残念ながらですね、ここにマスコミの方いらっしゃるか分かりませんけども、なかなかマスコミで流していただけないんですね。で、僕はもう10年ぐらい遺伝子組み換えの問題書き続けてきていて、読売とか朝日とか毎日の記者からも、インタビューされるんですけども、何一つ出たことはありません。ところが日本に行ったら来たらみんな知らないと。で、実際日本は、世界で冠たるトップクラスの遺伝子組み換え輸入国なんですけども、先ほども言いましたけど 97% の、家畜の餌、家畜の餌は遺伝子組み換えなんですけども、日本人は納豆で、遺伝子組み換えでないっていうのを選んでるから自分は食べてないと思ってる人が結構いらっしゃるわけですよね。そういった意味で本当に知られてない。これを知らせるのはやはりもう口コミしかないと思うんですね。ですから特に何て言うのかな、議論を吹っかけて頭の固い人と説得するってことは考えなくていいと思うんです。まずは自分のことに耳を傾けてくれる人に伝える、そういった人たちが増えていくと、それが 5% ぐらいになると企業が変わってくる。 5% の市場を失ったら企業にとって大きなことだから、企業が態度を変える、そのことによって飛躍的に変わっていくので、あんまり絶望しないでとにかくシェアリングすればいいんだってジェフェリーさんは言ってたんですね。だからその意味でも皆さん本当 5% 増やすと思えば、選挙で勝とうと思うと過半数取らなきゃいけなくて大変ですけども、 5% だったらできますよね。そういった形で遺伝子組み換え問題が引き起こしうる問題について、やはり少しでも多くの人に伝えて日本でそれを阻んでいくというのは一つの方法ですし、やはりそのためにも種を守るというような議論が、ね、できればもっといいですけども、まずはそういったことが非常に重要かなというふうに思います。ありがとうございました。遺伝子組み換えの企業関係者が多分農民騙してそういうグループを作っているんですね。でセミナーを開いて遺伝子組み換えやったらこんなに良くなるよ、農家はこんな助かるよっていう、まあ、その情報もかなり嘘があると思うんですけども、そういった情報をセミナーでやって、そこに集まってきた農家たちに、はい署名して、これ署名して作らせるように同知事に働きかけるかなということで署名集めてる、そういうのを、まあ、定期的にやってるようなんですね。今だから進めようとされてるのは、群馬でその遺伝子組み換え会合、これもう始まっていますし、筑波で遺伝子組み換えトマト、あるいは遺伝子組み換え稲の栽培を始めようとするしている動きがあります。で、今後は経済特区、遺伝子組み換えの特区として政府に認めさせて進めていこうと。で、そうやって、これまでとは違ったレベルで経産省と農水省がこの夏あたりに大きな、体制を組み上げて、全国的にか、あるいはそういう特区か分かりませんけども進めていこうということが今動きとしてあるということですね。インヤクさん、まさにブラジルとか世界中を回って今、先ほどもちょっとお話したんですが、昨日もあれですね、神奈川の方で、昨日は埼玉、昨日は埼玉ですね、いろんなところで、その前はまた鹿児島ということで全国今走り回っています。で、世界の動きも知ってるということなんで、一体何がこの手法に関係するのかと、それからどういうふうにしていったら私たちの命が守れるのかと、まさにそういうお話がいただけるんじゃないかと思います。で、後半の方またたっぷりですね、質疑応答の時間を取ってますので、ぜひ今日第1回目という形でですね、まず大変な問題なんだと、そして農業だけじゃなくてまさに私が病気にかかったように健康、皆さんの健康にも関わる問題なんだということを知っていただきたいということで、ちょっと長々となりましたけども、インヤクさん先生のご紹介に変えさせていただきます。で、先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ですね、本当に貴重な機会を与えていただいてありがとうございました。先ほど見ていただいた映画すごく見にくかったと思うんですね。字幕を追うのが大変で、ちょっと音もちょっと聞こえにくかったと思うんですけども、だから実際ね、あの映画ね、情報積み込みすぎなんですよね。僕もあれ理解するときに英語のやつで見せたんですけども、理解するまで20回かかりました。それぐらい情報が入ってまして、で、あの映画ちょっとですね、皆さんにお配りされているかもしれませんけども、急遽ちょっと補足するような情報を、出したいと思います。
ちょっとハブリングしてますね。大丈夫ですかね。小さくて大丈夫だと思います。大きな声で言いますので、あ、皆さん大丈夫でしょうか。ですね、皆さんのお手元にない資料で申し訳ないんですけども、この今、見ていただいた、遺伝子組み換えルーレット、これが公開されたのは2012年9月です。ですからもう5年以上経ってしまったんですね。で、5年以上経ってこの映画の、正しさがみんなに分かってきたんじゃないかな、アメリカにおいても、そして日本においても分かってきたんではないかなというふうに思います。例えばですね、今アメリカで、もう吉田さんが言われたように、今すごいことが起きているんですが、これがですね、アメリカにおける糖尿病患者の数なんですね。で、これが急激に増え出すのが遺伝子組み換えが始まる1996年、この辺から急激に上がっていくんですね。で、何時くらいまででしたっけ、時間は。一応、40分まで。はい、はい、分かりました。はい、はい、それ、この糖尿病だけじゃなくてですね、さまざまな病気、認知症、それから、これ順番がちょっとおかしくなってましたが、さまざまながん、それからですね、自閉症、子どもたちの自閉症、これもですね、90年代後半から急激に増えてるんですね。で、こういった問題が実は遺伝子組み換えと関わり合いがあるんではないか、そういうことを科学者、医師たちも指摘しました。それでですね、こうしたことをまずですね、科学的に因果関係を証明するっていうのは実は難しいんですね。がんとか、糖尿病っていうのは、例えばこれが食中毒だったら食べてすぐ発症しますから因果関係明らかです。だけどがんなんて今日の明日でなるわけないわけですね。ですから因果関係がわからない。しかし逆にですね、遺伝子組み換えを食べなかったら、映画でも出てきましたよね、食べなくなったら急激に症状が改善する、これがもう分かってきちゃったんですね。そんなこともありまして、これ何かって言いますと、2013年7月4日アメリカの独立記念日、このアメリカ独立記念日にアメリカのお母さんたちが全国172箇所で、遺伝子組み換えに反対するデモを行ったんですね。つまり政府は私たちを騙していたんだ、だからこれやめてくれってことで、お母さんたちが口コミで食事からの中から遺伝子組み換えなくなったらアレルギーなくなるよ、あるいはその自閉症の症状があったけどもそれが減っていくよ、そういうことが共有されてくるわけですね。そういったことがどんどん広がっていって、もうこのお母さんたちはもう止められないお母さんたち、アンストッパブルマムスというあだ名がつきました。で、止まらなくなっちゃって、ついにアメリカを飛び出してアルゼンチンとかオーストラリアとか、あるいは台湾、中国、そういったお母さんたちと一緒に世界から遺伝子組み換えなくそう、そういう、運動を始めました。ここにいるお母さんはそういう動きを作り出したお母さん、このお母さんも3人の息子さんにが非常に重症のアレルギーで苦しんでた、ところが遺伝子組み換えやめた途端に治ってしまったんですね。だから遺伝子組み換えで試しダメだよ、この子たちが結婚する相手ももしかしたらそれで苦しんでるかもしれないから、もう必死になって呼びかけるわけですね。で、今非常に厳しいことなんですけども、今アメリカでは3人に1人のお子さんがアレルギーであるとか糖尿病であるとか、そういった非常に厳しい慢性疾患を持っているというふうに言われます。3人に1人ですから、あっという間にそういった賛同するお母さんたちがいるわけですね。そうやってこう大きな運動が起きてきた。で、このお母さんたちの運動というものは大きな影響を引き起こします。これ何かといいますと、こちらのですね、このグラフはですね、ホールフーズという、スーパーの、遺伝子組み換えでない食品の売り上げの、グラフですね。5年で4倍になっている。すごい増え方ですね。で、こちら、これ映画でも出てきました、ノン GMO プロジェクトというものなんですけども、これ何かっていうと、ですね、ちょグラフ、写真がないんですけど、アメリカでは遺伝子組み換え食品表示っていうのはないんですね。潰されちゃったんですけども、本当の意味での食品表示は。しかしこの肉は遺伝子組み換え使わないで育てましたっていうことを証明するラベルがあるんです。
言ってみれば有機ジャスみたいなものですよね。これ有機食品ですって証明するのと同じように、ノン GMO ですよっていう遺伝子組み換え使わないで作りましたよっていう、そういう食品があるんです。でその売り上げが4年で7倍に増えてる。映画の中でもすごい増えてるって言ってましたよね。そんなこともありまして、今アメリカでは有機食品の売り上げが毎年毎年ものすごい勢いで増えてるんですね。で最初向こうには生協とかありませんので、ああいうお母さんたちはスーパーに行って頼むんですね。どうかお願いですから有機食品のコーナー設けてください。設けてくれたら私たちみんな動員して買い支えるから大丈夫だからと言って、それ一旦作らせたらもう買い支える必要どころか、みんながもう競ってそれ買いに来るわけですね。みんなこういうこと分かってきてるから、だから買っても買っても仕入れても仕入れてもなくなっちゃうんです。そうすると困ったのはスーパー。どうしたかっていうと、農家の皆さんお願いですから、お金貸しますから、このお金で有機食品作って私たちに売ってくださいって、スーパーの側が頭下げてるんですね。もう農家の方たちがどうやって売るか、そうやって悩む、そういうことではなくなってたんですね、アメリカで。でそれいうこともありまして、アメリカでは遺伝子組み換えがついに壁にぶつかりました。もう伸びなくなってきてるんですね。じゃあ日本でも同じことが起きてるのかってことなんですけども、残念ながら日本は全く逆なんです。それとは逆に遺伝子組み換えが増えてしまってるんですね。このグラフ何かと言いますと、日本に輸入される遺伝子組み換えでないトウモロコシの推移なんですね。2007年には私たちの食品の7割のトウモロコシっていうのは遺伝子組み換えでなかったんです。だけどどん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 減ってしまって、今は3割ぐらい、7割ぐらいが食品のに使われるトウモロコシのものは遺伝子組み換えになってしまっています。私たちの食品に使われるものは7割ですけども、じゃあこれ餌用家畜の飼料何パーセントでしょうか、輸入されるものの中の。なんと 97%。 輸入される飼料の、ほとんどがトウモロコシのほとんどがもう遺伝子組み換えになってしまってるんですね。でこんなことがありまして、じゃあどんなところで使われるようになってるの。これ皆さん飲んでます？今日から飲むのやめてくださいね。これこっそりビール会社は、もう、2015年からこれの糖類を遺伝子組み換えにしちゃいました。ですからこれ飲んでると、まあ糖類、ビールの糖類ですからわずかですけども遺伝子組み換えを飲んでるって形になりますね。でこれでない本当のビール、あれはまだ大丈夫。でもそれってとって高いですよね。で高い、ちょっときついって人はこの第3のビール、これ糖類入ってないのでこれは遺伝子組み換え使ってない。で、まあ、大人はでもね、多少これそこら辺どうでもいいんです。どうでもいいっていうのはまだ私たち免疫ありますよね。今一番深刻なのはこれから免疫を作ろうとする赤ちゃん、あるいは子どもたち、そういう子どもたちの、食べるものに遺伝子組み換えがもう忍び寄っている。忍び寄っているところじゃないです。これは粉ミルクですけども、あまりにひどいので名指しします。明治、これひどいですね。ここの、これすべて遺伝子組み換えで作られています。それ、まあ、これに対して和光堂とか森永乳業は頑張ってますよね。これだけにしか遺伝子組み換え使ってない、わずかですよね。だからわずかなんだったらこれも遺伝子組み換えやめてよって言いたいんですよね。そうしたら和光堂のミルクはノン GMO ミルク、遺伝子組み換えでないミルクですよってもう進められるのに、ちょっとそれが進めにくいってところがあります。残念ながら日本には有機の粉ミルクっていうのは作っていないと思います。アメリカとかヨーロッパでは有機の粉ミルクっていうのはありますけども、そんなことで粉ミルクにはそういった状態になってしまっているということがあります。で一応ですね、このこういったちょっと遺伝子組み換えの学習会ではないのでこれぐらいにしたいと思いますけども、今このような映画を見ていただいて、そして最後のシーンでカリフォルニア州の住民投票の話になりました。あれ実は負けたんですね。モンサントがとかさまざまな食品メーカーが巨大なお金を出して遺伝子組み換え食品表示やったら食品の価格が急に上がるよっていう嘘のコマーシャルをバン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 出したんです。それで住民たちが騙されて結局賛成がちょっと上回ってしまったんですね。そのためにカリフォルニア州の食品表示義務は作れませんでした。しかし他のバーモント州でできてしまって、その一応一瞬成立したんですけども、残念ながらその後にモンサントラが、
別の法律を作って、州が作ったそういう法律は全部無効ですという法律を作ってしまいました。そのために今アメリカでは、実質的な遺伝子組み換え職員表示というものはないという状態になってますけども、逆にですね、この工房、こうしたモンサントがどんどん人を騙していく、こういったものがもうみんながもう見て取ってしまった。しかもですね、これは面白いんですけども、それまで男の市民か運動家がやってきた運動と違って、もうお母さん方がバンバン出てきた。このお母さんたちって本当止めらんないので、どん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 世界中に広めてしまって、でやはり女性っていうのは食料を、その家庭の食事を決める決定権を持ってますよね。だから変わるんですよ、女性が変わると。それが大きな変化を起こしていまして、今アメリカではさまざまな、例えばデルモンテであるとか、あと、ネスレとかダノンとか、そういう大手の会社がもうこういう、遺伝子組み換えは原料から排除します、そういう宣言をしています。つまりアメリカはもう変わり始めた。でこの監督、この映画を作った、ジェフリー・スミスさんという監督はアメリカじゃもう勝ってしまった、もうほとんど 50% 以上の消費者が遺伝子組み換えを食べるのを避け出した。これで大手の食品企業ももう変わっていくだろう。これからの問題はアジア、日本やアジアの、まあ、国にそういう成功モデルを伝えることだということで、国際キャンペーンをやろうというふうに今呼びかけています。で、ちょっと話を元に戻すんですが、この今日の、種の問題に、考えたいと思うんですけども、今実は今起きようとしているこの変化というものは、僕は非常に大きなものがあると思います。ちょっとですね、話を、遡って、考えてみたいと思うんですけども、ちょっとこれ遡りすぎなんですが、これ何かっていうと、この写真、あんまりこの写真あんまり関係ないんですけど、イメージしていただきたいんですけども、地球ができた時のことを、バカリの頃を思い浮かべてください。この時には地球はどんな世界だったと思いますか？土がなかったんですよね。でちなみに酸素もなかったと言われます。でそういう世界がどうやって生きられる世界に変わっていったのか。でそれがですね、今最近この微生物に関する研究が非常に進みました。つまりこの地球は、今まではですね、動物と植物が生き物だと思われてましたけども、それ以上に微生物の星であることが分かってきました。で生命が生まれる時に、まあ、微生物から生まれていくわけですけども、いまだに微生物の全部集めると、例えば象とかキリンとか木とかね、重いですよね、目に見える動植物っていうのはね。その世界中の動植物を全部集めたよりも微生物の方が重いそうです。微生物って見えない、そういうものの方が重いってことはどれだけのものがあるのか。そして人体の中には100兆を超える微生物が生きてます。そういったものが今実は失われつつある、そういう時代になってきてます。しかしこの微生物こそがこの地球を生きられる星に変えていったんですね。で実は岩石からミネラルを取り出す、これミネラルないと植物も人間も動物も、生きられません。しかし動物や、植物にはミネラルを作る能力というのは実はないんですけども、これは何、どこから得ているのかというと、微生物が岩石からミネラル分を抽出する、その能力があるわけですね。そして、窒素がなければ生きていけません。これを、窒素を得るのも実はこの微生物が行っています。でこういった、私たちが、栄養素を取る時にも、例えば私たちの腸内細菌100兆以上のものがあって、そのおかげで私たちは栄養を得ている。そういうことで、この微生物といいますのは、言ってみればオペレーティングソフトといいますか、私たち生きるもの全てのある意味基礎といいますかね、基盤を作ってくれてるんですね。それがですね、これは面白いことなんですけども、植物は光合成をやります。光合成をやるんですけども、光合成をやって、二酸化炭素と、水からこの炭水化物というものを作ってきます。で植物はこれ作るときに、作った炭水化物のなんと4割を地面の下に出しちゃうそうです。
なんかお漏らしするような感じですよね。4割も漏らしちゃうの、随分効率悪いねって思うかもしれません。しかしこれって効率悪いんじゃないんですね。なんで4割もこうやって地中に流すかというと、この地中に流すこの炭水化物はこの微生物を呼ぶためのなんて言いますかね、交換なんですね。つまり炭水化物を地面の中に放すことによって、それを求めて地中の微生物が群がってくる。これによって海岸がミネラル分を持ってきてくれるわけですね。このことによって共生関係ができる。これで植物は生きることができるし、このことによってまた微生物も育っていくことができる。このことによって地中にはさまざまな豊かな有機物が作られてきます。このことによって地面、土地が、土がどんどん広がっていくわけですね。生きられる世界は世界、この共生関係によって、作られて広がってきます。世界に広がってきます。酸素が、この、地域、まあ、作り出されて土が生まれてくる。このことによって私たちはこの、まあ、生き物のいなかった惑星が生き物に満ちた、惑星に変わっていくわけですね。で、多分ここにおられる方は僕より詳しい方がいっぱいいらっしゃると思うので、社会説法をすると思いますけども、ちょっとお許しください。で、これ植物、これ根っこありますよね。で、実はこの根っこの周りに根っこのような白い糸がいっぱいつきます。しかしこれは根っこではないわけですね。何かというと菌根菌糸と言われるもの、つまり微生物、菌ですね、キノコみたいなものですね。これが群がります。これがつくことによって土は非常に丈夫になっていく。日照りになってもしっかりと水を蓄えて、スポンジのようにしっかり水を蓄えてくれる。そして、まあ、日照りの時に亡くなったとしてもこれが蓄えてくれますし、例えば水害の時に流されたとして、流されるようにたとしてもこれがしっかり土を、支えてくれる。こういうことで、非常に強い土に変わっていきます。そして、もう一つ大事なのは、このこうした土は、大気中の二酸化炭素をどん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 吸収していってくれます。今気候変動厳しいですけども、こういった機能によって土がどんどん炭素を、引き受けてくれることができるわけですね。しかし今世界から土がなくなろう、土壌がなくなろうとしています。そんなことありえないだろうと思うかもしれません。しかしこれは世界の科学者が警告しています。このままだとあと60年で世界から土がなくなってしまいますよ。で、そんなの嘘だろうと思われるかもしれませんけども、国連のサイトに行ってください。そうするとそこに、様々な科学論文が載ってます。そして、国連は、2015年を国際土壌年に定めました。このままでは、土を守らなければ世界から土が失われてしまう。冒頭で見ていただいたように岩石と砂しかなくなってしまう、そういう惑星に変わってしまうかもしれないんですね。では一体なんでそんな風に変わってしまったのか、何が問題なのか。一つは森林伐採があります。森は、木は当然土を支えてますから、木をどんどん壊して森林伐採してしまったらこれは土がなくなってしまいます。だけど森林伐採だけではありません。そこ、今日それを問題にしたいんですけども、大きな問題ができているのはこの化学肥料と農薬です。化学肥料を入れるとどうなるか。先ほど4割を植物は炭水化物を地中に放すと言いました。これはミネラルを取るために必要なんですよね。だけど化学肥料があるとこの植物は自分のところに、もう化学肥料が栄養を与えてくれてしまってるわけですね。そうすると炭水化物出さなくても得られてしまうので、炭水化物出さなくなってしまうらしいんですね。そうすると何が起こるか。当然ながら微生物はやってきません。だからこれは菌根菌糸ですけども、こういう形で微生物が集まることによってこの土は守られますし、水にも、まあ、水害にも日照りにも強いものになりますけども、これがなくなっちゃうから日照りになれば簡単に乾燥して風で飛ばされてしまう。水害が起これば流されてしまう。そんなことで土壌の流出が非常に増えてきてしまっているわけです。もう一つ大きな問題があります。それ何かというと、
こういった矯正菌は菌の病気から植物を守ってくれてるんですね。私たちの腸内細菌がさまざまな病気から私たちを守ってくれてるのと同じように、この土の中の細菌は植物を、そういった病気から守ってます。しかし今後さらに病、こういった、植物の病気が増えていくことが考えられます。そうなると殺菌剤であるとかさらなる農薬を使わなければいけなくなる、そういうことが増えてきます。じゃあ一体これはどこから生まれたんだろうか、ちょっと考えていただきたいんですけども、実はですね、これを化学肥料とか農薬といったものを使い出したのは、ずっと使っているような印象があるかもしれませんけど、実は第二次世界大戦後なんですね。それ以前はなかったんです。でこれが、世界的に、推進されるんですけども、種と、化学肥料と農薬、これを3点セットとしてこの進めていく農業、これのことを緑の革命というんですね。この緑の革命には、実際にはさまざまな品種改良に携わった、非常に良心的な方たちもいらっしゃいますので、全部否定することはできないんですけども、やはり例えばアメリカ政府であるとか、そういったところがこういう緑の革命を推進していった、世界的に進めていった背景には、これはこの、3点セットの農業を進めたい、それは何なのかということなんですけども、つまりですね、ここに書きましたけども、開始70年しか経ってないんですね。で今60年、あと60年でなくなってしまう、足しますと130年で今の近代的な工業型農業というものはこの地球を住めない惑星に変えようとしてしまっていると言えるわけです。じゃあこの化学肥料って何から生まれたの？実は戦争なんですね。何かって言いますと、肥料の中で一番量が多いのは窒素肥料です。この窒素肥料っていうのは爆弾作るときに合成窒素がどうしても必要なんですね。ですから第二次世界大戦の時にもう各国は化学企業がにどんどん投資をして生産工場を作らせたんですね。ところが戦争終わると爆弾もういらなくなりますよね。そのプラントもういらなくなってしまいます。ところがそれって同じ窒素を作るわけですね。その窒素を地面に入れるとこれ肥料になるんです。こうやってこの戦後にこの戦争で作った爆弾工場がそのまま化学、窒素の、化学肥料の工場に変わってきました。そしてこの化学肥料を与えますと、どんな土地でも以前ですと輪作をしないといけない、例えば米を作った後には大豆を植えるとか、そういう輪作が不可欠だったと思いますけども、これをやらなくても一番儲かる、作物をどんどん植える、化学肥料をぶち込めばどんな貧しいところでもそれができる、こういうことで変えていってしまったということになります。でこの起源をたどるとそれが戦争になるわけですね。でこの緑の革命から大きな変化が起こります。今実は、趣旨を握っているのは化学企業なんですね。化学企業です。彼らは化学薬品作ってた企業なんですね。もともと農業関係ないんです。しかしこの戦後の緑の革命からこの化学肥料あるいはこの農薬を作るということで、この化学企業が農業に進出してきます。でこの化学企業が農業の在り方をどんどん変えてきてしまったんですね。でこの化学企業この農薬を使う農薬と化学肥料を使うこの工業型農業の延長線上にこの遺伝子組み換えが始まっていくんです。遺伝子組み換えモンサントという企業一番有名ですよね。彼らはラウンドアップという、農薬を作ります。名前グリホサートと言ったりしますけど、その成分名はグリホサートという名前なんですけども、モンサントの商品名はラウンドアップというんですが、これを売り出します。これ世界中でバカ売れするんですね。彼らはそれを独占したい、そうして、そのためにこの遺伝子組み換えというものを、作り出した。つまり農家にこのラウンドアップと、種をセットで売らせる、セットで買わせる、種だけだと実はあんまり儲からないんですけども、農薬をセットで売りますと非常に大きな儲けになる、そういうことで、このモンサントは種の産業に入っていくわけです。
でこれはちょっと省略しますけれども、今そういった形で環境、破壊と健康被害というものが今同時進行している、そういう時代になってくると思います。でこの戦後のですね、この、種子に関してね、ちょっと簡単に見ておきますけれども、この種というものは基本的に、人類農耕を始めてから、取れた作物の中からいいものを次の耕作に取っておく、こういうサイクルをずっと続けてきたと思うんですね。ところが戦後こういう工業型の農業が始まってきますと、その中で種子企業がどん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 力をつけてきます。そこで彼らは何を考えていくのか、自分たちが開発してきた種のこの、特権ですね、それをどん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 各国政府に認めさせるように働きかけていくんです。それがですね、61年にそういう権利をが確立しました。そしてですけどもね、この段階では農家の人たちは種の権利っていうものは全く揺るいでないんですね。これが70年になりますと、もう農家が種を保存するってことは、これは企業から買った種を保存したらそれは偽造罪っていうふうに定義されるようになりました。もう犯罪の一歩前なんですけど、しかしこの時はですね、これもうずっともう有史以来、もう農耕が始まって以来農家がやってきたことですから、それは農家の特権ですよってことで認められてたんですね。ところが80年代に遺伝子組み換えが始まります。遺伝子組み換え農業は1996年から始まるんですけども、80年代には遺伝子組み換え企業は次々にさまざまな製品を作り出すわけですね。そのあたりからもうどんどん種の権利というものを独占しよう、そういうことが動きが、ロビー活動が強くなりまして、1991年国際条約において農家が種取りをすることは原則禁止であると、こういう国際条約ができてしまいました。実際にですね、この特許、生命への特許というものが作られてきます。何かと言いますと、例えばモンサントの遺伝子組み換え大豆、あれはモンサントが特許を持ってるんです。当たり前のことだと思われるかもしれませんけども、これって実はとんでもないことなんですね。何かと言いますと、技術持ってるんだったら遺伝子組み換え技術に特許を認める、モンサントが開発した技術に特許を認める、当たり前じゃないと思われるかもしれません。だけどここで言っている特許というのは、遺伝子組み換え技術に対する特許というよりも、その大豆そのもの、大豆という生命体そのものの特許なんです。意味わかんないですよね。これは何かと言いますと、モンサントはその大豆の発明者になるわけです。わかりますか。だからだってもでも大豆が発明したわけじゃないですよね。大豆の遺伝子をちょっと組み替えただけで、その大豆をゼロから作ったわけじゃ絶対ないですよね。その元の大豆っていうのは、たどれば元をたどれば東アジアにあったはずなんですよ。東アジアの満州とか日本とか、そういったところの大豆がアメリカに行って、アメリカでだからもう我々の先祖も含めて多分関わってるかもしれない、そういう公共財産なわけですよね。ところがこの特許は何かっていうと、この遺伝子組み換え大豆はモンサントが発明したものになるんですね。そうなるとこの生命体としての特許が認められてしまうことによって、大きな問題ができてきてしまいます。ちょっと、これちょっと省きますね、で何かと言いますと、ですね、基本的にそのモンサントの遺伝子組み換え大豆というものはモンサントの所有物なので、例えば農家は買えないんです。買えないなら農業できないと思うでしょ。ですよね。何をするのかっていうと、農家はモンサントとライセンス契約するんですね。つまりモンサントの大豆を借りて増やさせてもらいます。だからそれは自分がその農家の方がモンサントの大豆を育てたとしても、それはモンサントのものなんですね。だからそれをじゃあ自分のところに保存して取っておこう、これね、これやると窃盗罪になるんですね。
それやっちゃいけない。じゃあ研究者がモンサントの遺伝子組み換えは怪しい、絶対に健康に害があるはずだ、じゃあ研究しよう、できないんですね。つまりそれはモンサントのもう財産ですから、それを勝手にライセンス契約なく研究したらそれは法的訴訟を起こされる。だから自由な研究できないんですね。ですからこのようにこの大豆そのものに特許を与えてしまった、このアメリカの最高裁の判決がある意味世界を非常に不幸にしてしまっているというのが今の現実だと思います。しかしですね、この、ひとたびそういったものが始まりますと、この遺伝子組み換え企業はさまざまな種に、特許を求めてきます。その結果、昔でしたらね、いい種があったらこの種とこの種、この、銘柄とこの銘柄を合わせて新しい品種開発しよう、そういうことを考えると思うんですね。ところがそれができなくなってしまう。それやるためには特許料払わないと、ライセンス契約しないと使っちゃいけないんです。だからそうなるともうさまざまな種子開発にもう巨額のお金がかかってしまう。今ドイツで1品種の小麦作るのに 2.6 億円かかるそうです。これが遺伝子組み換え品種になると平均150億円かかるそうです。ってことは1品種150億円かかる、そういう、例えば大豆、例えばこれを、長野の山間地で使うためだけのものに開発できるかっていうと開発できないですね。モンサントはどういうふうにこのビジネスを維持しているのかっていうと、アメリカで開発した種をブラジルでもインドでもアフリカでも同じ品種を育てろって言ってるんですね。だけど種、植物って何でもそうだと思いますけども、植物っていうのはその地に適応して初めて生きていく、一番良くなっていく。長野の気候に合った植物であれば長野の、まあ、非常に美味しいものに育っていくと思いますけども、ところがこのモンサントのビジネスモデルっていうのは同じものを世界中で売らないとこれ持たないんですよね。つまり150億円回収しなきゃいけないから。だからそんな形で今例えばアフリカなんかではモンサントの種はもう全然ダメだ、インドでは農民たちが自殺する、そんな悲劇が起きてるんですけども、元をたどるとこのような形で作られている種だからということがあります。しかしですね、このように種を作る開発するために巨額のお金がかかるようになってきますと、小さな種の会社というものはもう存続が難しくなってしまうわけですね。その結果1996年この遺伝子組み換え農業が始まった年以降、この、遺伝子組み換え企業は世界の種子企業の買収を始めます。この赤い丸が世界で6つあると言われている、遺伝子組み換え企業、6大遺伝子組み換え企業、デュポンとダウは合併しちゃったので、もう5つになってます。さらにバイエルがモンサントを買収するのでまたさらに減る可能性ありますけども、この買収は成立するかどうかっていうのはまだ分からない状態になってます。この企業がもう世界の種子企業をどんどん買収してしまう。その結果今世界の種子市場のどうなってるか、こんな状態になってます。どうなってるのかというと、なんと世界の種子市場の7割近くが6つの遺伝子組み換え企業によって独占されてしまってるんですね。ってことは農業をやろうと思ったら遺伝子組み換え企業から種を買わなければいけないじゃないか、まあ、そんなことを恐れなきゃいけないような事態になってしまってるわけですね。大変な話です。でも遺伝子組み換えってそんなに世界でやってますか？今遺伝子組み換えって世界にどれぐらい占めてるかご存知ですか？実は世界の農地のたった 13% しか遺伝子組み換えってやってないんですね。世界の 87% は遺伝子組み換え関係ないです。でも遺伝子組み換え企業は7割の市場をもうすでに独占してしまっている。しかしこの数字のには裏があります。どんな裏かっていうと、世界の多くの農家の方たちは自分たちの種を持ってるんですね。皆さんもその方がいらっしゃるかもしれませんけれども、自分で種を取ってそれを使っているからモンサントから買わなくたっていいんだ、だから大丈夫なんだ、心配しなくてもいい、だからこの市場に依存していない人が世界大で見ると7割ぐらいになる。
これに依存してるのは逆に言うと3割しかないなんですよね。だから大丈夫だっていうのがこれまででした。しかし今世界で起きているのはもっと恐ろしいことが起きています。それは何かというと、世界中にこのモンサント法案というものが出てきているんですね。何かというと、農家が種を保存してまたそれを植えたらそれを犯罪とする。農家と農家が、種を交換したり種を売ったりしたらそれも犯罪とする。必ず政府に登録されている種を毎回買わなければいけない。こういう法律が今世界で現れているんです。で、これが現れた一番よく見やすいのがラテンアメリカの方です。ラテンアメリカではここに書かれているように次々と各国でこういった法案が出てきました。で、ホンジュラスは成立してしまったんですけども、ほとんどの国、コロンビアとグアテマラでも一旦成立したんだけどもほとんど撤回させてます。しかしですね、で他の国では廃案になっている。メキシコも、チリも廃案にしてます。そういった形でラテンアメリカの方では結構勝ってるんですけども、実はですね、皆さん TPP の問題にもご関心がある方が多いかと思いますけども、 TPP の中に実はこのモンサント法案を国内法として作らなければいけないよって書かれている条項が入ってるんですね。それが何かと言いますと、これ UPOV と書いてユポフと読みますけども、ユポフ1991年条約というものは、もう参加国は批准しなきゃいけないよ、そういうことが強制されているわけです。ですから、実はこのチリとかペルー、メキシコはこのユポフ1991年条約は入っておりませんので、TPP に入ってしまったらこれが強制されるということで TPP イコールモンサント法だということで批判が非常に強かったです。農家の方たちはすごく反対の活動をされました。実はこれ日本はもう批准しちゃってるんですね。その問題また後でやりたいと思います。で、今この動きがですね、アフリカにも行ってます。しかもケニアであるとかナイジェリア、ガーナなどでもう遺伝子組み換えの栽培がいつ始まるかわからない。モザンビークでも日本の ODA を入れて今大きなプロジェクトやってますけども、そこでも遺伝子組み換えを栽培しよう、そのような動きが生まれてきてます。で、アジア諸国でもそれは進んでます。で、日本がですね、日本政府はこのユポフ1991年条約、実はアメリカに次ぐ推進役なんです。つまり日本は実は遺伝子組み換えの種を世界に売りたいと思ってるんですね。で、日本政府はもう日本の国立研究所でも遺伝子組み換えの米もたくさん今研究開発してます。そして日本はこれからバイオテク企業で立国していくんだという考えを日本政府は今の政府は持っています。そのためにそれを、TPP でもこの、こういう条項を強く主張したのは日本とアメリカでした。で、RCEP という自由貿易協定があるのはご存知でしょうか。これは TPP と似たものですけども、中国やインドも参加するアジア諸国の自由協定なんですけども、ここでも日本政府はこれを主張しています。そんなことで、かつ今ブルネイ、ミャンマーも入りますし、ベトナムはずいぶん前、2009年ぐらいでしたかね、もうこの辺にも入ってしまってます。そしてベトナムは、もう遺伝子組み換えトウモロコシの栽培を始めてしまってます。で、これは実はもう本当こう見ると世界中で進んでるってことが分かると思うんですけども、実はヨーロッパでもこの規制はあるんですね。で、ヨーロッパでは登録されて EU かあるいは各国政府に登録されている種以外のものを、売り買いしたら犯罪にされてしまいます。だったらじゃあ登録すればいいじゃない、登録して農家がどんどんお互いに種売っていけばいいじゃないと思うかもしれません。ところがですね、年間の登録料がすごく高いんですね。130万とか200万払わなきゃいけない。年間200万の登録料払って種を売り買いできる農家の方ってどれくらいいるかっていうと、これ個人には無理だと思うんですね。だから大企業以外できない話ですね。結局大企業の趣旨以外は売り買いしちゃいけないよっていうのが制度があります。じゃあやり方はないのか、
そんなことはなくて、実はヨーロッパは今すごく種の運動は盛んになってます。何やってるかっていうと、お金を媒介にしないで交換してるんですね。これは自由にできるので、そういった形で、ヨーロッパでも種を守る運動っていうのは非常に高まってるんですけども、そこでたまたまちょっとお金やり取りしたら、この前スペインの農家が捕まって逮捕されました。そういう事件はたびたび出てきてます。ですから、まあ、自由がなくなってきてるっていうのはあります。で、去年の1月に世界銀行が、こんな計画を作ってます。何かっていうと、農業での企業活動の法的障壁を特定する。何かっていうと、これ農業っていうのはどの国にとっても命を守る、社会を守るものなので、単なる産業じゃないので保護制度を持ってるわけですね。ところがそれが多国籍企業にとって邪魔くさいと、だからそれを特定して撤廃を求めるんですね。で、要するに、まあ、アジアでもアフリカでもラテンアメリカでも、世界的にも多国籍企業が農業で儲けを、得る。それもですね、種だけじゃないんですね。この種から肥料、機械、金融、市場、輸送、もう農業が変わりうるあらゆる分野でそれをやろうとしてるんですね。で、こんなことがありまして、世界は、まあ、大きな問題が起きています。それでちょっと日本の問題を見てみます。それは何かと言いますと、この種子法ですね、塩の作物種子法、これが、昨年廃止されてしまったんですが、廃止が決まってしまったわけですけども、これは何かと言いますと、米、麦、大豆、まあ、それに限られてしまうんですけども、それの種を生産して供給する義務を国と都道府県に課したものです。だから農家の方たちはしっかりと種をもらう権利があるわけですね。そういうことを規定した法律だと言えることと思います。非常に簡便な法律なんですけども、この法律の下でこの種子計画というものが作られます。で、この種子計画というものがですね、非常に重要なんですが、なぜかっていうと、これは皆様の方が詳しい方いらっしゃるかもしれませんけども、種を作る、種もみ作るために、例えばコシヒカリの種もみ作るためにどれぐらいかかるか、4年かかるそうですね。この種もみ、一番もういい品質の、まあ、種もみっていうのはすごく少ない。それを、まあ、農家に、分配するためには増やさなきゃいけないってことで、こういう形で原原種、原種、種もみ、こういう段階を経て、そして農家に渡していく。このためにこの種もみ作るには4年かかると。4年かかるわけですから、例えば4年、今だったら4年後にどれだけ必要になるかってことを計画して作らなきゃいけない。つまり足りなくなったら大変ですよね。野菜の種だったら種作るの早くできるから、温室でやればどんどん作れるかもしれない。でも米はそういかない。4年かかる。4年経って足りなくなったからすぐ作ろう、できない。そのためにこの計画を作らなきゃいけない。この計画を作るためにこの種子法というものは基盤となっていくわけです。で、しかもですね、さまざまな品種が開発されてきます。非常に重要なことを、重要な役割を果たした。これは実にサンフランシスコ条約が発効したもう翌日ですね、これが交付されるという状況になっています。戦後の翌々ですね、に交付されています。戦後の日本の食料を支えた法律だということができると思います。そんな大事な法律だから、それを変えるんだったら関係者にヒアリングした上で、十分議論した上で、じっくり時間をかけて、審議する。これが普通だと思うんですね。普通こういうような大きな法案を出すときには、普通政党の部会で検討して、そこで必要に応じてマスコミにもリークされて、市民社会側もどんな法律が今出ようとしているかということができるわけですね。そんなひどい法案を国会に上げるな、上程をするな、こういう要求することもあります。だけどこの法律はですね、なんと昨年の2月10日に閣議決定されて、あっという間にたった2ヶ月で決まっちゃったんです。この間マスコミはこの2月10日の、閣議決定されたっていうのは小さなベタ記事が日経新聞に出ましたけども、どんな法律でどんな問題を含んでるかっていうマスコミの記事はこの間一つも出てません。少なくとも、地方紙は出ましたけども、朝日、読売とかそういう、新聞は全く出してません。
終わった後に毎日新聞が確かちょっと出しましたけども、それぐらいほとんど知らせずに出してしまった。これはじゃあ種取り農家、種を実際に作っておられる種取り農家の意見聞いたのか、彼らの話も聞いてない、都道府県の話もほとんど聞かれない。こんな中で実にですね、自民党の農政族も話聞いてない、そんな状態で誰が言い出したのかというと、これですね、規制改革推進会議。何でしょう、 TPP を進めるために多国籍企業の要求を聞いて日本政府に命令を言うのがこの規制会議ですね。今ここが日本の政治を決めてしまっている、ここが廃止するって決めた。で、官邸から号令が行って自民党の農政族全員反対でした。一人は農政族のトップは、もう文句ばっかり言ってて、週刊誌なんか の、あの記者が行くと文句ばっかり言う、そういうインタビューも出ました。しかし審議中はもう黙ってました。もう言いたくなかったんでしょうね。で、維新の会の議員ももう完璧にこれはおかしいじゃないか、おかしいじゃないかってことをあの審議では言うんですね、まあ、わずかな時間ですけども。で、採決の時には賛成、ね、これが今の日本の政治です。規制改革会議が決めたら議員はみんな付き従う、農家の票を得て選出された議員までが黙って人を騙して、そして官邸の言う通りにする、そうやって決まってしまいました。じゃあこの収支法、一体どんな効果があったのか、どんな成果を上げてきたのかっていうのをちょっと見たいんですけども、この収支法はですね、今はさっきに言ったようにこの計画的に作ってきた、この、まあ、例外とかで苦しんだ年はありましたけども、種もみが足りなくなったという事態はなかったですね。この、もう70年間保ってくれた、非常に成果を上げたということができると思います。それからもう一つ、実はこれ収納作物種子法って米、麦、大豆だけですよね。野菜とか入ってないんですね。今野菜の種どこで作ってますか。9割海外ですよね。日本では 10% もあるかないか。何かあって交通遮断されたら日本は野菜食べれなくなる国なんですよね。だけど米に関しては 100% 日本で作ってたわけですね。そういう、まあ、日本の食を持ってた法律だということができると思います。で、具体的にはですね、都道府県ごとにその県地域に合った奨励品種を定めることができます。で、これでお金を、税金を使って、まあ、安く抑える。例えば光という品種ですと1キロ600円とか非常に安い金額で農家に渡る。そういうことによって、まあ、非常にあの農家も、作りやすい状況ができるわけですけども、で、まあ、これは一つ問題として、今のこの種子法が問題もあったと思うんですが、それ何かと言いますと、まあ、産地品種銘柄に指定されたもの、まあ、いくつかあるわけですね。で、そういったものはいいんですけども、その指定に漏れた品種はどうなるかっていうと、その他の品種としか書けないんですね。だから私が作った素晴らしい品種、名前があるとして、その品種として売れないんですね。ってことは、これは、まあ、ある意味このこういう少ない、この品種、まあ、奨励品種とか、あの銘柄、品種銘柄になったものについては、まあ、優遇されたけども、それ以外の特に自然栽培とか有機農業やっておられた方たちの、まあ、そういった小さな種類を、まあ、排除した多様性を損なった部分も、あのマイナスの部分としてはあったかもしれません。しかしですね、これと同時にですね、この法律があったために、例えば、全ての地方で一つの品種を作りなさいというバカなことは起きなかったわけですね。北海道は北海道、長野は長野、その気候に合ったものを都道府県が決められたわけです。ですから、この例えばですね、今米は日本ではなんと300品種以上作られているそうですね。最近まで僕コシヒカリとササニシキしか知らなかったんですけども、それだけの種類がある、これは僕は本当に宝だと思います。こういう多様性があること、
多様性がなくなっちゃうと本当怖いことになりますから、その点では非常にいいことだと思うんですね。しかも国内で自給できてきた、こういう重要な法律だと思います。それではなぜ廃止するのかってことなんですけども、廃止する理由、これはたった一つです。民間企業の投資意欲を削いでしまうから、だから廃止しますと。で、実際にはですね、今の種子法でも排除されてないんですね。これから説明しますけども、日本では今の体制でも、民間のお金が売られてます。それを、見たいと思いますけども、今日本では2つの法律があります。一応3月31日まであるはずなんですが、この種子法、塩の作物種子法と、あともう一つ種苗法というのがあります。これ3月31日に亡くなって種苗法しかなくなってしまう、そういう時代になってしまいます。しかしですね、農水省はなくなっちゃうけどこの種苗法対応しますから大丈夫ですで、浸透を答えてました。じゃあこの種苗法は国の責任を定めた法律でしょうか。これが結構大きな問題なんですけども、この種苗法は基本的にこういった行政の責任を定めた法律ではなくてですね、種子を開発した企業の知的所有権を守るための法律なんですね。だからこれで行政の責任追及できないんです。今実はですね、3月31日までこの種子法はあると言いました。あるはずだと僕は思ってたんですけども、ところが昨年の11月15日に農水省事務次官の通達が出てまして、もう廃止されました。その日を受けてもう種子計画というものを作る、基盤はなくなりました。しかし農水省はなくなっても大丈夫です、作りたかったら種子計画って作りたかったら作ってもいいですよ、こういうふうに言ってるんですよね。でも法的根拠はない、どうやって都道府県は作れるでしょうか。非常に困難な状況に今追い込まれてしまいます。つまり行政の責任がもう書かれたものがなくなってしまった状態になってしまってるんですね。無政府状態だと僕は言えると思います。で、このまあ種子法廃止の問題、いくつか書きましたけども、ですね、少し、ここら辺ちょっと飛ばしてですね、今どんな品種が作られているのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。実は今日本ではこの民間企業、民間企業といっても、まあ、化学企業ですね、化学企業が作った民間品種がすでにたくさん、生産されています。例えば三井化学は三井光という品種を作ってるんですけども、これはどんなのかっていうと、丈がすごく長くてですね、一本の穂にたくさんつく、この写真見ていただくと分かるんですけども、コシヒカリとか日本バレよりもミツヒカリの方がもう最大3倍ぐらいいっぱいつく。当然大きな穂になります。大きな穂になるから普通のコンバインにあったらコンバイン壊れちゃうそうです。専用の大きなもの買わなきゃいけない。じゃあそんなの小さな農家買えますかね。そういうさらに化学肥料や農薬も一緒に使わなきゃいけなくって、さらに2ヶ月間、長く栽培しなければなりません。これが、三つ光なんですけども、これは吉野家のお米に使われているそうです。だから食べたければ吉野家に行けばいいって感じですけど、まあ、全てが三つ光じゃないかもしれないですけどね、でこのまま北日本では作れません。で、なんといってもですね、この種子の価格が普通の公共品種に比べて10倍近くします。だいたい今消費税 2% とかで締め上げてますよね。これ10倍にされるっていうのはもうちょっとどういうことなのかと思うんですけども、それぐらいお金が高くなる。そのもう一つ、住友化学という化学企業があります。ここはつくば SD という、品種を持ってます。いくつか種類があるんですけども、先ほどの三つ光もそうなんですけども、元はといえばコシヒカリとかそういう公共品種から作ってるんですね。彼らはまあ、そういう高級財産、公共財産を使って作ってる、開発してるんですけども、まあ、一言で言うならばもう手間がかからない、苗床を作って苗を植えてすごい手間かかりますよね、水田。もうこれは手間かからない、なんか鉄でコーティング、種をコーティングして直接水田にまく、そうすると
もう機械化されてもう大量生産できる、要するに大規模農家向けなんですね。大規模農家が、例えば、まあ、業務米に、使えるようになる。でこれもやはり一般のところでコシヒカリの代わりにこれつくば SD 食べたいっていう人消費者多分いないと思うんですけども、これどこで買えるかっていうとセブンイレブンで お求めいただけるっていうわけじゃないんですけども、セブンイレブンで使われている米の中で、まあ、ミツヒカリが使われているって関係になると思います。それから次にですね、日本モンサント、モンサント日本にいるのっていう、それもあんまり知られてないと思うんですけども、東銀座にあります。であんまり日本では開発してやってないんですけども、農業試験場の人を引き抜いて作らせました。これトネの恵みってやつですけども、これは遺伝子組み換えの米じゃないです。普通の農業試験場で作ってたような方法で作られたものなんですけども、これもですね、大規模に作れる、もうないとこ作らないでもう直接撒いてしまう、労力減らしてできる。でそれで、まあ、外食向けですね、美味しいお米っていうよりはね、この業務で使うようなお米になると思います。こういうものが作られています。でですね、特に、この中でですね、住友化学の、契約っていうものがかなりすごい内容になってます。どういうものかと言いますと、これ先ほどモンサントの大豆 の例を言いましたけども、この住友化学の種って買えないんですよ。本当に農家の方は種買うと思いますよね。で自分で買ったらその種は自分のものだと思いますよね。そうじゃないんです。なぜかっていうと、その契約にはこう書いてあるんです。生産委託契約なんですね。つまりあくまでその種は住友化学のものなんです。それを生産契約して栽培、契約栽培をしてあげますって形になるわけですね。だからそこでですね、この製品の生産業務を農家ですね、こうが住友化学で、住友化学は農家に委託すると。で所有権はで、これでね、結構非常に重要なのは、この農業ではあくまで生産の主体はこれ住友化学になります。で 住友化学が農薬をどう使うか、化学肥料をどう使うか、これも全部決めてるんですね。でこれはもうライセンス契約の中に定義されてます。でこれを、まあ、例えば農家の消費者の人がね、減農薬の米作りたい、欲しいので減農薬でお願いします、はい分かりました、農薬措置減らしましょう、こんなことやったらライセンス違反、契約違反ですね。だからそんなことできません。しかもこれは収穫が出てきますよね。収穫はじゃあ消費者の人に配る、これもできません。なぜならその収穫っていうのは住友化学のものなんですよ。だから種から収穫までこれ住友化学のものになってしまうわけです。だからこの所有権はこの農家から住友化学にやって、全部移転してもう買い上げになる、全量買い上げになるんですね。こうなってし、こういう契約になってしまうと、もう食そのものが企業のものになってしまうわけですね。だから例えば本当にこれからの農業を作っていく上で、消費者と生産者が顔見える関係を作って、生産者を消費者が支援していく、僕はこれはすごく大事だと思うんですけども、これってできないですよね。農家はこの住友化学に監視されて、それ言われる通りに作らなきゃいけないっていう契約結ばされるわけですね。そうなるとこう、まあ、ここでもう農業の在り方というものが変わってしまう。これがこの化学企業の食のシステムになってしまう、ライセンス契約によって。で肝心なのは種子法の話をすると、種が危なくなるっていう言い方されるんですけども、種だけじゃないんですね。これは食全体なんです。そして食食べない、食べないで生きていける人はこの社会で一人もいないですよね。だからこれ社会の食の問題、社会全体の問題だと僕は思うんですね。そしてこの種だけでなくって、農薬と化学肥料がセットで買わざるを得ないということがあります。でこうなりますと、この種が変わるだけではなくって農業の在り方が変わってしまう。
今の例えばコシヒカリとかそういう公共品種ですと自由度高いんですよね。例えばうちは自然栽培で育てたいです、うちは有機農法でやりたいです、うちはちょっとそこまでいけないのでちょっと農薬使った観光農業でやりたいです、これ農家の自由があるわけです。こういう自由はなくなってしまう、決定権は企業に移ってしまうと思います。言うならば化学企業による農業乗っ取りが今求められている。実際にですね、種って言うんですけど、種って今生産コストの中で 2% 程度しか占めてないんですね、安くって。これだけやったら種なんて儲からないんです、種子産業は。だから公共機関がやってるわけですね。だけど住友化学とかいう企業はこれ化学肥料とか農薬にも関わってますから、これ全部足すと最大 25% ぐらいになるわけですね。こうなって初めて化学企業が儲かるビジネスになるわけです。さらにその収穫まで全部やるとなると、もう食のジャイアント巨大企業になっていくわけですね。多分住友化学はそれを目指してんだろうと思います。で、この本当に種子は本当に、開発費もかかります、手間もかかります。でも実際にですね、こういうことを話してるとなんか皆さん元気がなくなってくる話になっちゃうと思うんですけども、全然これってそもそもうまくいくとは限らないんですね。で、今起きてる世界で起きてるのはこういうシステムに対する抵抗運動なんですね。で、実際に抵抗運動すっごい強いんですね。で、ただちょっと懸念だけはちょっと見ておきましょう。今後何が起こるか、このままいってしまうと、例えば来年種子法、今年種子法なくなりますけども、もう今年からこういうことが起きるってことではありません。今はまだそういったものはある、都道府県も種子は作るとは言ってます。ですから、すぐじゃないんですけども、今後、時間かけて起きる可能性があるのは、地方にしかない特産品の品種がなくなってしまうことがあり得ると思うんですね。というのはこの種子法と廃止と同時に成立した農業競争力支援強化法というのがあるんですけども、そこではこんなこと書かれてます。銘柄が多すぎる、集約しろ。これね、今日本では300品種もお米作ってますよね。でも企業なんで蜜光とか蜜光で4品種ぐらいしかないわけですよ。それを日本中で作ってくれ、だからこの地方はこれしか作りません、この、その地方のだけでしかこれ 作ってないですよ、そういうその地方にしかないそういう小規模な市場は邪魔なんですよね。やっぱり市場はもう全部統一したいわけですね。だからそういう地方の品種はなくなってしまう。長野でしか作られてないような品種があったとしたら、それをどうやって守るのか、それが大きな問題になってくると思います。それから、種の値段が民間のになってしまうと5倍から10倍になる。これは今の、公共品種コシヒカリなんかは1キロ600円、ミツヒカリは1キロ6000円、そうなっていくわけで、公共品種が買えなくなったらその6000円を買わなければいけなくなってしまう。それから次に大きな問題になりますのが、農業試験場が潰されるんじゃないか。今各都道府県47都道府県に全部農業試験場があって、そこの都道府県で必要な種とかを作ってるんですね。開発をしたり、あるいは種の増殖をやってるんですけども、もうすでに新しい新規の採用がないというふうに聞いてます。で、今働いてる人もモンサントとか住友化学からちょっとオファーがかかる。そうなると税金によってそういった人たちはそういう技術を磨き上げてきた、その税金によって公共の、そういう公共にその地域のためになるために、育ってきた技術者が民間のものになってしまう可能性がある。そして今種を取っている農家の人たち、これが続けられなくなる。なぜかというと民間企業は日本で種を作る必要ないわけですよね。安く作れるとなったら海外で作ってそれを持ってくるかもしれない。そうなると種取りという非常に根幹、まあ高度な技術を持った農家の人たちが失われてしまうかもしれません。そしてさらにですね、怖いことにですね、この先ほど言ったこの支援強化法にはこういった種苗生産に関する知見の民間事業者への提供を促進しなさい、税金で作った種をもう民間業者に出しなさい、これ法律なんですよ。これアジテーション文じゃないんですね。こんな文章が法律になってしまうというのは俺は本当おかしいと思います。今の日本の政治の恐ろしさですね。そしてそれをマスコミも何も語らない。
これがもしかするとモンサントに行くかもしれない。でモンサントに行って、それがじゃあ私たちにモンサントが開発してさらに戻ってくればいいですけども、戻ってくることはないわけですね。となると今狙われているのは何か、もう食のシステム、食のあのモノシステムがもう化学企業によって持ってかれてしまう。そのことによって一番、まあ、危険にさらされるのが小規模な家族農業だと思うんですね。農民組織が壊されてしまう、そして企業型農業に変わっていってしまう。そしてこの中で消費者は声を上げられなくなっちゃいますね。今は生産者がいるから、その人と提携して何かができるわけですよね。でも生産者これで全部持ってかれたら、どうやって消費者食べたい原農薬あるいは無農薬のお米とか食べられますか。これできなくなってしまうわけですね。で今ですね、このじゃあこれはもうそんな悪いこと言っても歴史の必然だろう、そういうふうに考える人もいるかもしれません。しかしですね、これは実は違うんですね。昔からですね、戦後もう、国際機関も、各国政府も農業を大型化して、それ企業化していったら、どんどん生産力も上がって世界の飢えがなくなる、そういうふうに思ってました。そういう、大規模農業が進められてきました。しかしそれの行き先何だったか、2008年何が起きたでしょう。世界食糧危機なんですね。これで国連組織、国際組織が変わってきます。このままやってったら世界は飢餓で大変になってしまう、逆に飢餓で大変になってしまう。なぜかっていうと、そういった食糧危機の時にこういう大規模な企業型農業というのは全く無力だったんです。つまりそういった大規模な、企業型農業は儲からなかったら生産しないんですね。儲からない時も生産した人誰でしょう。これ小規模家族農業ですよ。その地域でその土地を守って生きていくために、その人たちは生産をやめなかったわけですね。その人たちの食料によって世界は餓死者が減ったわけですね。これでもう国際機関も完全に考えが変わります。一番変わったのは FAO です。世界食糧農業機構、国連の機関ですね。ここがですね、これからの解決策は小規模家族農業だっていうふうに変わったんです。それまでは大規模、企業型農業を進めてたんですね。それでできたのが2014年の国際家族農業年だったわけですね。ところが日本政府これ完全に無視しましたよね。世界ではやって、フランス政府とかブラジル政府は結構やったんですけども、で今ですね、来年から10年間に引き延ばされることになりました。世界中でそういう要求が出てきたので、もう今世界はそれを求めてるんですね。企業型農業、あるいは化学企業に牛耳られた農業ではなくって、小規模農家が主体となる、あるいは消費者が主体となるような農業を進めていこうということで、そういう方法が出てきてきてるんです。ところが残念ながら日本政府はそれを見ていない。日本政府はひたすら、強い農業一本やりで、企業の、農業参入ばかりを、の政策としています。で、昨年種子法廃止と同時にですね、さまざまな法律が成立しました。特に注目すべきはこの競争力支援強化支援法ですけども、これに加えて今後市場法廃止が出てくる。これは種子法の上流から下流、流通までもう企業が握ろうとする、そういうトータルなマスタープランがもう実行に移されようとしているということだと思います。でこれが一番怖いのはですね、ただ単に私たちが力を奪われるだけじゃなくって、生態系にも大きな影響を与えるだろうと思われるからなんですね。でこの図は何を意味しているかと言いますと、これはね、1903年にアメリカの農家が栽培していた品種なんです。上は例えばスイートコーンは307種類、1903年には作ってました。80年後わずか12品種になっちゃった。もう激減しちゃってるんですね。でこうやって今種の多様性というものがもう激減する事態になってしまってます。でこれがですね、何問題かって言いますと、例えばアイルランドに19世紀、ジャガイモに、菌病が流行ったんですね。ウイルスの病気が流行った。その時に、アイルランドではもう一つの品種しかなかった。そのために一品種やられてしまうともう食べるものがない。そのためにこのアイルランドでは2割の人々が餓死してしまったらしいです。
そして2割はアメリカなどに移民してった。だからアメリカにアイルランド移民いっぱいいるわけですね。その結果もう人口が半分になってしまう、そのような悲劇が起きました。この時にウイルスに強い芋があったら、こんな苦しみをアイルランドの人は味わわなくて済んだはずですよね。で、同じようなことがですね、実は1970年代にインドとインドネシアで起こります。水田がウイルスにやられました。しかしその時にはですね、この地域にはなんと6000品種を超す、種あのもみ殻があったんですね。その中からウイルスに強い品種が見つかった。それを活用して、この人口の多いインド、すごい人口ありますよね、インドネシアもすごい人口です、その中で大きな餓死者は生まれなかったんですね。つまり生物多様性っていうのは私たちの命を守ってくれるものなわけですね。これからどんな病気が生まれるかわからない、その中には病気に強い種もあれば病気に弱い種もある、そういう多様性を保つことが私たちの命を守っていくことなんですけども、今その多様性をどのように守るのかっていうのが今国際的な大きな潮流になってます。で、これは何かと言いますと、196カ国がもう批准している生物多様性条約です。このままでは生態系壊れてしまう、生物の多様性を守ろう、そういう条約ですね。で、これは特に重要な条約なんですけども、長いんで、食料および農業植物遺伝資源条約、長いですね。これは何が大事かと言いますと、これはですね、その次のページに書いてあるんですが、この締約国は農民の権利が、つまり農家が今ある農業の種の多様性を守ってきた主役ですよってことを認めた条約なんですね。だから政府は農家の種の権利を守らなければいけません、こう言ってる条約なんです。実はこれ日本政府批准してるんですね。だったら種子法廃止するなよって言いたいんですけども、じゃあ日本政府はこの条約を批准してその国内法を作ったでしょうか。作ってないんですね。だから何もしてないんです。ところがですね、今さまざまな国で変わってきてます。で、これもう一つ条約があります。先ほど言ったユポフ1991年条約、これはモンサントなどを、まあ、優遇する条約ですね。だけど見てください、全然人気ないんです。50カ国ちょっとしか批准してないんですね。それももう自由貿易協定 TPP とかそういったものを使って無理やりこれを増やそうとしているのが現実なんですね。アメリカが自由貿易協定結ぶ、日本が自由貿易協定結ぶ、その代わりにあなたたちの農産物買うから、その代わりにこれを締結しなさい、それを強制していくんですね。でもなかなか増えない。世界の主流っていうのはやはり多様性守ろう、種を守ろうという方に向かってるわけです。で、実際にブラジル政府は素晴らしいことをやってまして、2003年にクリオーロ種子条項というのを作ってまして、どんな法律かっていうと、先住民族であるとかあるいは伝統的な農民が自分たちで育ててきたその在来種固定種の種子、これは非常に重要である、農業生物多様性を守る上で非常に重要である、そういうふうに捉えてこれを守るための条項を作ったんですね。ですから日本ブラジル政府はこの農家の種を買い上げて他の必要としている農家に配布したり、さらには種の交換会であるとか、そこに無料で会場を提供するとか、シードバンクをするためのお金を出すとか、そういうことまでしてます。そういうことによって今ブラジルでは小規模農家がそういう在来種を今増やす、そういうことを進めてます。さらに国連レベルでもですね、今小農民あるいは地方住民の権利宣言、これが今成立しようとしています。実はこれ去年成立するはずだったんです。どういうものかというと、種の権利だけじゃなくてですね、文化的な権利であるとか、もう農家が持っている土地の権利であるとか、そういったものは保護しなきゃいけないよ、そういうことを、その農家の人権宣言ですね、ルーツをたどると世界人権宣言というのがあります。この世界人権宣言というのはこれはすごく大事な宣言だと思うんですけども、それの小農民版と思ってもいいと思います。で、その中に種を守る権利、その種が背景としている文化を守らなきゃいけない、そういうことも含めて書かれている条約です。で、国はそれを守る必要があるよことが書かれています。ところが、で、これをこう、宣言は
昨年、去年の6月にこれ成立するはずだったんですけども、何カ国かが妨害してこれの成立を阻みました。それを阻んだ政府は、一つはアメリカ政府、そしてイギリス政府、そして日本政府です。なんで日本政府が反対するの？これって国会でどういう議論したの？それを追及してもらいました。農水省はどう考えてるんだ？農水省は一言も答えられませんでした。なぜかというと、農水省これ知らなかったそうです。なんで農水省知らないで小農民の権利を反対できるの？外務省がやったらしいですね。外務省がアメリカからの忖度で反対して、まあ、実際には保留し、棄権したんですけども、まあ、日本政府はこんなものには反対であるってことを書いてるんですね。でそれどういう権利でやったんだ、どういう権限でやったんだ、国会も無視して、日本の農家の方たちの権利も無視して、勝手にそういうことで止めてしまったんですけども、でもいいことに今年の6月にはこれ成立すると思われています。だからこの宣言はもうあります。これは国連に属している国には影響が及ぶと思います。ですからこれこういった先ほど言ったようなこの遺伝資源条約であるとか、こういった小農民の権利条約に基づく日本の農家あるいは日本の種を守る法律を作れっていうことは十分やる必要がある、やる義務があるっていうのは日本政府だと思うんですね。それが今の現状だと思います。そして今世界で種を守る運動っていうものはすごく強くなってます。これインドにはですね、バンダナシーバさんという素晴らしい方がいらっしゃるんですが、女性ですけども、彼女が作ったナブダニアという NGO 市民組織があるんですが、これはシードバンクを作ってます。地域の農家が種を借りて作って種で返すという形で、お金がなくても始められる、農業ができる、そういう形で今債務で苦しむインドの農民多いんですけども、そういった農民たちを助けていると。有機のお米とか有機のコットンとか、そういったものが配布されて、もうすでに17州に100以上地域のシードバンクを作っているそうです。でフィリピンにはマジパッグという組織があって、これは学者と農民との連帯組織で、ここもシードバンクをいっぱい作っていて、米もね1800品種持ってるとか言ってましたね。1800品種どうやって維持するのかなと思うんですけども、でも本当そういった意味でそういう多様性を、そういった種を守っている、います。そしてドイツはですね、もう、遺伝子組み換えはともかくとして、普通に作られた、まあ、種に特許を認めない、決議を行2012年に行っています。で EU 議会も、そういうことを言ってるんですけども、昨年実はこれひっくり返しちゃって、EU では普通の例えばブロッコリーとか遺伝子組み換えでない普通のブロッコリーにも特許を認めてしまっている、そういうことが進んでしまっているんですけども、それに対してドイツなどでもさまざまな種を守るネットワークっていうのが作られていて、その農家の方たちが自分たちの作る種をやっぱりちゃんと守っている、そういう動きが出ています。でフランスもアメリカでもそういった運動っていうのは高まっています。でこうした権利が守られなかったらどうなっていくのか、僕はこれはもう世界中大変なことになる。なんか日本だと、農業というのは GDP1% だと、だからもうそんなの輸入に置き換えればいいじゃないか、無責任なことを言ったりします。だけど、これ食べないで生きていける人間この日本に誰かいますか？いないんですよね。この食が企業に奪われてしまうってことは、この日本において食というものがなくなる、食の権利がなくなるってことなんですよね。食の権利がなくなるってことは、この国はもう民主国家じゃありえないです。民主的な権利といったものはもう僕は構築できなくなってしまう。それぐらい、食の権利というのは大事なものであって、それを支えるのは、実際にこの生産をしている人たちだと思います。もちろん生産してるっていうのは家庭菜園含めてね、それも含めて生産者と言えると思いますけども、そのようにこの食料主権というのは本当にこの基本的な人権の柱にしていくべきものだと思います。そして今この食料主権という言葉は日本語にほとんど通用していないんですね。でもひとたび海外に行くと食料主権という言葉理解しないで、こういう農業関係の会議には絶対に出られません。海外の農民たちは口々に食料主権を守れ、食料主権って何でしょう、これは米の輸入をどうする、そういう権利じゃないですね。主権っていうとなんか日本は何か国家にあげちゃう感じがするんですけども、
主権っていうのは私たちの権利なんですね。例えば私は納豆が食いたい、そういうの納豆を食う権利、これは食料主権でもあるわけですよ。自分が食べたいものを食べる、その権利がこれ食料主権なわけですね。作りたいものを作る、そして食べたいものを食べる、こういう人々が、食べ物について自己の決定する権利、一人一人の決定権、普通はこれコミュニティ単位で言われますけども、僕は一人一人でもいいかなと思うんですけども、例えばそういった納豆文化圏の人は納豆を食べる権利があって、納豆を食べることを否定する人がいたとしてもそれは守られなきゃいけないとかね、まあ、そういうことも含めてこれは先住民族の食べ物が奪われていくときは結構大変なものがあるわけですけども、そういったものは守られなきゃいけないということで、国家単位の権利ではなくて人々の権利です。この権利を守っていく必要が僕はあると思います。そしてこれは今、日本で起き、機能している出資のシステムとして考えました。ここに、真ん中に都道府県がやる、この公共品種があります。で、この、まあ、こちらの側に、まあ、それとは自立して自分で自家採取されている農家の方たちもいらっしゃると思います。で、時々は例えば買う時もあるかもしれない。そしてそういった特農家の方たちの種が公共品種に取り入れられるケースもあると思います。そして、この地域で、やっている農家、出資企業もあるでしょう。公共品種を使っている、その中では基本的に回っていく、共有されていく共有財産として機能していると思います。しかしですね、住友化学とか日本モンサントとか、こういった企業は実際に彼らも使っているんですね。彼らが種の恵みもそうですし、水光もそうです。この公共品種を使って開発します。じゃあそれを自由に還元されるか、これはされません。知的所有権が壁になってしまって、これだけが全部吸い上げてしまうんですね。そして今この公共品種が攻撃されています。都道府県が予算がカットされてしまう可能性が実に高いんですね。そうなるとこれはどうなってしまうか、こうなってしまうことを恐れるわけです。公共品種が小さくなってしまうと、まあ、それと関係しているところも非常に弱くなってしまう。そうするとその地域を支えている種がなくなってしまうと地域の衰退にもつながってしまう。そして一方でこれは吸い取るばっかりの、独占企業は大きくなってきます。これらの企業は農薬も化学肥料もセットで売ってきますから大きくなりやすいわけですね。規制しなければどんどん大きくなってきます。で、もうそろそろ最後に行きますが、で公的、機関が守る趣旨、アメリカという国は僕はモンサントに牛耳られてるから全部、民間企業が握ってると、種は握ってると思ってました。しかし京都大学の、久野先生によりますと、そうではないと。特に小麦に関しては3分の2の農家が自家採取してる。そして19世紀に作られた州の法律をもとに、この、各州の農業試験場や州立大学で開発とか、種の生産がなされているってことなんですね。じゃあ彼らはこの州法を廃止したのか、廃止してないんですね。でも日本にも種子法があってそれ守ってます。だけど日本は廃止してしまいました。アメリカには州法があって法律によってそういった種が、公共品種が守られてます。しかし日本はそういう法律を廃止してしまいました。ということは日本はアメリカよりも悪くなってしまう、今その状態だと思うんですね。なんで日本アメリカよりも悪くなってしまうのか、非常に僕は嘆くわけです。ですからこれを変えていくためにやはり変えていこう、じゃあ何をしていこうかということなんですけども、まずは県議会を動かしたいということなんですね。というのはこの種子行政というのは都道府県単位にやってます。ですから長野県の種をどう守るかっていうのは長野県にかかってます。ですから県議会で種を守る、そういう意見書を出すとか、あるいは今後とも長野県は長野県の種子を守っていく、長野の在来種固定種を守っていく、そういう宣言をもししていただくと、これは大きな意味があると思います。そしてもう一つ、ですけども、まあこれすでに多分農協の方いらっしゃるかどうか分かりませんけども、各
県の農協 JA の方たちはすでにもうそこに申し入れをされていて、種子制度を守ってくださいという申し入れをすでにされていますけれども、これ今農協というのは非常に孤立してますので、これ農協に任せていたら全然大変だと思うんですね。やはりそれは消費者から上げていただく、政教とかさまざまな市民グループでやはりそういう声を上げていただく、それが非常に有効だと思います。消費者がもう生産者がいなくなったらもう消費者もどうにもなくなるわけですから、やはり消費者が立ち上がるということは僕は非常に重要だと思います。その際に、まあ、県、まあ、一つの第一目標だなと思います。そして次にですね、県単位だけでなくやはり全国レベルで法律を作らなきゃいけない。先ほども言いましたけれども、国際条約批准しているんだから国内法は絶対必要なわけですよね。そして種子というものは今まで言ったようなモンサントとか住友化学の独占物ではないわけです。大豆というものはもう先祖代々公共財産として育てられたものですから、その種子の公共性を守ろう、そういう法律が僕は必要だと思うんですね。で、この公共性を守るというだけでは僕は片手落ちかなと思います。例えば推奨品種の1品種全部で作ったら何が起こるでしょう。病気にやられて大変になってしまう、あるいは害虫も増えてしまう。やっぱり多様なものを植えてこそ農業というのは回っていくわけですよね。だから種の多様性を守るということも重要な観点になるだろうと思います。この2つの面があるような法律、もしかしたら別の法律になるかもしれませんけども、今そういうものが必要になると思います。で、今、まあ、そんな形で、種子法、北海道が独自ルールを今作ろうとしている、北海道の場合には例えばユメピリカとか有名になってますよね。昔北海道のお米ってまずかったんです。うち親戚みんな北海道なんでよく食べてたんですけども、まずかったですね、はっきり言って。だけど今多分もう全然見劣らない、もう素晴らしいお米になってます。それがあるからこそ北海道でも農家の人たちがもうやめないで生きられるわけですよね。それを支えている種は北海道は守ろうということは決めているというふうに聞いてます。で、ちょっとですね話が飛びますけど、まあ、この新しい権利法って書いたのは、これは先ほど言った小農民の権利条約に書かれている条項を抜き出してみたんですね。こういうことが考えられるんではないかな、別にこういう法律があるわけじゃなくて、法案草案があるわけではなくて、僕が勝手にその条約をまとめてみただけです。ただ単にその、種だけでなくって文化であるとか、それとあと特にですね、種っていうのは女性が守ってきたんですよね、世界中どこでも。その女性の権利を守るということも大事な観点になると思いますし、そして、まあ、特にですね、国の責任を明記する、これはもう不可欠だと思います。で、最後にですね、2つ時間が間になくなってしまったのでやばいかもしれませんけども言いたいと思いますけども、日本で遺伝子組み換えされてない、作られてないっていうふうに思っておられると方も多いかと思いますけども、それが急速に、もう始まってしまい、もう怒涛のように動いていく可能性が僕はあると思ってます。すでにですね、遺伝子組み換えバラは日本で栽培されている唯一の、今のところ唯一の、作物なんですが、遺伝子組み換え解雇が、群馬県で始まりました。もうすでに遺伝子組み換え、蛍光色、蛍光の緑の色に光る解雇が、絹糸がもう出荷されているはずです。で、これに加えてですね、日本は遺伝子組み換え微生物を使った人工甘味料であるとか、そういった添加物においては世界でトップ企業でトップの位置を占めてます。非常に、トップの位置ですね。で、今、筑波を、遺伝子組み換え特区にするっていう動きがありまして、遺伝子組み換えトマトを、もう早く承認して、もうこれを売り出そう、こういうことが今言われています。今経産省の下に農水省が入ってそれを進めていくと、農水省はもう独立した機関じゃなくなっていくかもしれない。もう経産省は主導して、これまでですね、遺伝子組み換え、日本の遺伝子組み換えって経産省関係なかったんですね。農水省と、あと環境省、それと、厚労省と、あと、内閣府食品安全局ぐらいが関わってたんですけども、なんと今経産省が全面出てきてます。つまり大々的に遺伝子組み換えを推進していこうということで、この中でですね、遺伝子組み換えの稲、
このアレルギー対策の稲とか病害対策の稲がもうすでに開発されて、今は試験状態ですけども、すでにもう行われようとしています。そして北海道では、遺伝子組み換えの、天才とかジャガイモを作らせろという署名運動が行われていて、北海道庁の北海道知事に、要請行動が行われています。道知事がそれを認めてしまうと北海道で遺伝子組み換えが始まる、そういう状況になっています。遺伝子組み換え小麦も今、始まるかもしれない。で今、日本がどういう、ポジションにいるのかちょっと見ていただきたいんですけども、これは国際的なデータベースで調べた、各国の承認件数です。各国とも承認の、あの体制が違うので、必ずしもこの、数で、その実態を表すのと微妙に違う部分もあるんですけども、でもこの見てもう一目瞭然ですよね。日本は世界ダントツの遺伝子組み換え推進国なんです。承認数がダントツで多いんです。で例えばブラジルは世界第2位の生産国、遺伝子組み換え世界第2位の遺伝子組み換え生産国なんだけど、68品種しかまだ承認してないんですね。これに対して日本はもう309品種もう309件、承認をしているわけです。これはインドよりも多いんですね。で実際に日本政府はすでに133品種の遺伝子組み換え作物を日本で栽培して良いと承認してしまっています。実際には農薬をどうやって使うかとかそういったところでまだ あと都道府県の認可業務というのがあるのでまだ敷居はあるんですけども、全国レベルで農水省はもうこれ認めちゃってるんですね。でさらにですね、もう一つ大きなことが最後に言って終わりたいと思うんですけども、今世界では先ほども言いましたように多様性を守ろう、種を守ろう、それが大きな主流になってきていると言いました。でその中でですね、この戦後続いた第二次世界大戦後続いた工業型農業をやめていこう、実はそういう大きな流れができてきてるんですね。これ日本だと有機農業ってなんかすごいなかなか日の目を浴びないところがあると思いますけども、今それどころじゃなくってアメリカを含めてですね、もうそういったものが大々的に伸びる状態になってきてるんです。で例えばですね、モンサントの農薬、先ほどラウンドアップ、その成分名グリホサートというのを紹介しましたけども、グリホサートは EU の国、例えばフランス、イタリア、オーストリア、ドイツ、これは3年以内にもう禁止しよう、そういう話になってます。ところがですね、日本政府はそれとは全く真逆のことを今しようとしてます。てかしました。昨年のこれすいません、もう古くなってしまったんですけど、12月25日にこっそりと、通達を出して、食品の中に残留していい、グリホサートの基準を大幅に緩和しました。例えばひまわりは400倍入ってもいいよってなってるんですね。でこの中で注目したいのは多くないんですけど、 5ppm から 30ppm になる、6倍になる小麦です。なぜかと言いますと、今小麦にラウンドアップをかける、グリホサートをかけるというのが増えてるんですね。小麦まだこれ遺伝子組み換えされてないので、グリホサートかけちゃうと枯れちゃうんですけども、収穫直前にかけると作物って乾かすの大変ですよね。米でも乾かした作った後にこうやって干して大変でしょ、乾かすのに。これを収穫前にグリホサートを撒いてしまうと立ち枯れしてくれる、立ったまま乾燥してくれる、だから収穫と乾燥が楽になる、そういうことで今アメリカでは小麦にじゃんじゃんグリホサートを撒いてるんです。それと同時にこのグルテンアレルギーであるセリアック病が増えてるっていうグラフなんですけども、今それが増えていて、このままこの基準緩和がされるのは、こうしたプレハーベストと呼びますけども、収穫前にこのグリホサートを撒いてしまう、収穫前に撒くからそれはもうたっぷり含んだまま出荷されるわけですね。そういうことでこの今小麦が危なくなって、これは政府がこの、規制緩和をしたらどう変わるかってことを見たものなんですけども、規制緩和によって遺伝子組み換え大豆よりもはるかに多い量の、グリホサートを日本の住民たちは摂取せざるを得ないだろうというふうに見てるわけですね。となると
このラウンドアップ、今活癌性物質とかいろいろ言われてますけども、それを我々はこの小麦から摂取してしまう。今私たちは米以上に小麦を食べてますから、パンとか、パスタとか、そういった食生活に変わってきて、そこから非常に危なくなってしまう。やっぱりこれを変えていくのは本当に、消費者のしっかり生産者を支えて、こういうものをちゃんとしない小麦を確保していかなければいけないというふうに思います。で、今ですね、ちょっと宣伝になってしまいますけども、この先ほど説明しましたラテンアメリカにおけるこのモンサント法案との戦い、種を守るネットワークをどのようにラテンアメリカ、ブラジルであるとか、コロンビアであるとか、そういった農家たちが作り上げているか、そういうことに、ドキュメンタリー作った映画の日本語版を今作っています。ここの中にも協力していただいた方たちがいらっしゃいまして、そのおかげで、もう制作はもう順調に進んでおります。ぜひその上映会も考えていただけたらなというふうに思います。まあ、そういった形でこの農業ってものは決して GDP1% というものではなくって、社会のど真ん中で支えられなければいけない、もう社会のもう本当に一番重要なものだというふうに思います。そしてこの農業がダメになってしまえば、この土壌が失われて生きられる世界というものがなくなってしまう、今そういう危機に私たちはいます。そういった意味でも、この種を守る、そしてその食を守るってことを消費者と生産者の人たちが手を組んでやっていくってことが今求められているというふうに思います。長くなりましたけども、これくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。じゃあ杉本さん、